日本神奈川県川崎市、高津区、久末久末は、神奈川県川崎市高津区の大技。2011年11月17日時点で、住居表示は施行されていない。郵便番号は213-0026。2010年の国勢調査時点での面積は1.28平方キロメートルである。高津区の最南端に位置し、北端を山見川が流れている。 川沿いの低地のほかは台地に跡が入り込んだ地形となっている。一帯は県や市などで宅地開発が行われたが、中央の台地は市街化調整区域となっており、60個ほどの農家が野菜栽培を行う産地となっている。被災生は北端で千年や種木地と東端でカニヶ谷と南端で横浜市港北区高田町や同市続き区。 東山田町と西端では、有馬川を境に、野川と接する。久世には、道下、五高地、陣野店、五谷、寺谷、宮谷、丸山、横大道、梅田、久保、伊勢原、久木谷、表山、京高地、関下、谷中、久世谷、五階谷、盾野、籠畑谷、大谷、赤石稔、井の木、十二天丸、情報谷神。 情報国という小技がある。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、久瀬屋座標高地2100番3の地点で20万5000円、平方メートルとなっている。当地からは、縄文、弥生時代の遺跡が発見され、また、横穴墓からは弾き編なども発掘されている。当地の周辺には、養護寺や吉住神社など、 古代の次軍に関連する寺社も残ることから、当地にも古くから人が住んでいたものと見られており、それらの寺社より、時代は下るが、当地の蓮華寺は旧世紀の創建であるほか、廟法寺では、県庁7年の命がある、川崎市内で最古のいたびが発見されている。当地は、江戸時代を通じて、旗本の佐橋史料であった。村高は、昇法記の、 武蔵田園墓で229国余り、元禄豪町で329国余り、天保豪町では375国余り、幕末の旧高給料取調べ町では376国余りというように推移していた。川沿いと宿に水田があり、第一条は畑となっていたが、川沿いでは水害に襲われ、戸田は棚田で水利は天水に頼っていたため、 考えに悩まされた。門歌え事件六百九十三年、当地で検知が行われたが、この際に、国高が二百二十九国三百二十九国と、一気に百国も増やされてしまった。これでは、負担が重すぎると、農民から四度に分けて二十人が門歌えのために、江戸の佐橋手へ向かったが、一人を除いて、皆殺しとなってしまった。結果、年貢は下がり、 名主は追放されたが、佐橋本人はお咎めを受けるどころか、後に増国まで受けている。19人の犠牲を後世へと伝えるため、1746年と1789年に、義民石地像が作られ、毎年7月24日の地蔵盆には、追善法要が行われている。なお、事件の余波で、訴状を代筆した、蓮華ジと佐橋氏の関係は悪化し、 自運も傾いたという。明治以降、当地は神奈川県に属し、行政上は久末村吉村川崎市と推移していった。当地は明治以降も農村であり続けたが、戦時中には海軍通信隊の地下号や陸軍の校舎法人地が作られた。戦後には周辺の定地から市営、県営の住宅建設が行われていった。近郊農業明治以降、 当地では、養蚕も行われたが、野菜の栽培は1873年に里芋を横浜へ出荷したことに始まる。その後、明治30年代には、幕張りや里芋作りが流行し、日露戦争後には、小松菜やネギが作られ、養合寺の縁日に立った。明治末期には、ナスカボチャ、スイカと作物の種類が増えていった。1918年には、出荷組合が形成され、 値段交渉をまとまって行うことにより、種や農薬といった資材を安値で仕入れ、作物を高値で売ることができるようになった。さらには、農管期に野菜の苗栽培を行い、それ専業の農家すら出現した。多種多様な野菜が作られるようになった一方、タケノコや栗、ゼンデラ丸柿なども作られたが、ゼンデラ丸柿は、多品種に押されて衰退し、一時は、盛んだった。 干し大根も手間がかかるため、キャベツやカリフラワーへと移っていった。また、1916年に第一回が開かれた農産物品評会は、第二次世界大戦中、戦後の混乱の中ですら、一度も欠かさず毎年開かれ、周囲の宅地化が進んでからは、久世の農業を新住民に伝えるという意味合いも持つようになっている。関東大震災以降、 東京の郊外化が進展し、東急東横千円線では、農地が大規模に買収されて、宅地と化していったが、久末はその流れに巻き込まれず、むしろ住宅地が近づいたことで、地産地消が進みさらに野菜栽培が盛んとなっていった。戦後には、当地でも特に低地の水田で宅地化が起こり、 農地面積は1875年の54.6ヘクタールから1971年には20ヘクタールまで減少していった。ただ、よそで問題となっている後継者問題も、久世では深刻ではなく、60件ほどの農家が農産を続けている。ハイツナミ1965年6月26日、宿の奥を埋めていた、石炭灰が長雨で崩れ、民家13個を押し流し、 24人の犠牲者を出す災害となった。崩れた現場は、下末吉層と不等水性の第三基層の境界で耐水が起こり、その耐水層の路頭で湧水が起こっていた。そこに石炭灰を捨てた結果、常日頃から水分を含む状態となっており、雨そのものと大雨で増えた湧水で限界を超えた水分を吸収して、石炭灰が 流動性を持って崩れてしまったものと考えられている。由来は不明であるが、随小地名であると考えられている。前述のように、当地では60件ほどの農家が野菜作りを行っており、その中でもキャベツブロッコリー、トマト、カリフラワーといった品目が地域ブランドの川崎、育ちに認定されているほか、名産のカリフラワーとブロッコリーの中間であるカリブロも栽培されている。 前述のように、地蔵本に合わせて日差す移民の追善法要が行われているほか、稲荷信仰も盛んで、初馬の日に稲荷校が行われている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地には、川崎市交通局と東急バスの2事業者が乗り入れ、 武蔵溝の口駅、詐欺沼駅、武蔵中原駅など各方面へバスが運行されている。当地の東端を神奈川県道106号、下口綱島線が通り、これとほぼ並行する形で区内新横浜線の計画がある。また、西端を中原街道が通過している。ありがとうございます。